はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマは喜劇王チャプリンです。どうぞ。今日のテーマはチャップリンのお話なんですけども、チャップリンといえばね、まあいろんな映画がありますけど、私が一番好きなのは街の日ですね。まあ、あともうなんか最近全然見て、何十年も見てないんで久しぶりに見たい気がしますけども、もし見てない方がいらっしゃればぜひ見ていただければいいと思いますが、まあね、日本に来た多くの外国人は日本人が礼儀正しく勤勉で他人に対してきめ細やかな配慮を行うことにすごく感激するんですね。これは今に始まったことではなく、戦国時代に日本を訪れたフランシスコ・ザビエルやルイス・フロイス、また江戸時代から明治にかけて日本を訪れた外国人が書いた多くの記録として残っております。イザベラ・バードがね、日本で落とし物をして、それを日本人がね、1里かな、1里って4キロですよね、4キロも遡って探してくれたということはね、結構有名な話として残っておりますが、まあ、落とし物といえばね、サウジアラビアのテレビ番組で日本で落とし物をしたらどうなるかというのをやって、ほとんど全員が警察に届けたんですよね。もう多分これ当たり前、日本人の感覚にしたら当たり前だと思うんですけど、サウジアラビアではそれがやらせだということで大騒ぎになったみたいですけども、まあそんな感じでね、日本人に惹かれた外国人は数多いのですが、喜劇王チャーリー・チャップリンもその一人です。チャップリンはなんと日本人を秘書にしていたんですね。名前を河野虎吉さんと言います。河野は高いに野原の野ですね。普通こう書くと高野と読むんですが、河野虎一の虎は動物の虎、一は市場の市で虎一ですね。その河野さんの誠実な態度から、チャップリンは一時使用人を全て全員日本人にしたほどだと言われています。河野さんの波乱の人生はチャップリンの影という書籍に詳しく載っております。河野虎一さんはね、広島で生まれましたが、1900年、15歳の時に留学と称して渡米します。シアトルで仕事をしながら学校に通い、20代である企業の社長の運転手となるのですが、14年飛行家を夢見てロサンゼルスに向かいます。そして16年、当時すでに人気を得ていた若き日のチャップリンが運転手を募集していることを知り、河野さんはそれに応募します。チャップリンの秘書は河野さんの誠実さを一目見て気に入り、即座にチャップリンのところに連れて行ったそうです。以後チャップリンに気に入られた河野さんは、運転手だけではなく経理や秘書、護衛などもするようになっていきます。チャップリンの自伝チャーリー・チャップリンの世界漫遊記にはこう記されています。河野は何でもすると。河野さんはね、チャップリンから豪華な邸宅までプレゼントされ、単なる主人と使用人という関係ではない信頼関係で結ばれていきます。そして次第に河野さんは撮影所の支配人とまで呼ばれるようになっていきます。河野さんの働きぶりに感激したチャップリンは、一番多い時は17人の使用人を全て日本人にしたという話は有名な話です。当時の奥さんでリタ・グレイさんはね、まるで日本人の中で暮らしているようだったと回想しておりますね。そして河野さんを通してチャップリンは日本に
興味をだんだん示し始めます。歌舞伎を研究したり、小泉八雲を読んでみたり、日本への思いを強くしていったんですね。そしてついに1932年、チャップリンは初来日を果たします。大歓迎を受けたチャップリンは日本を訪問したことについてこんなことを言ってます。日本人は皆が皆親切で正直だ。何をやるにつけ信頼ができる。そのため自然と日本人が好きになった。こんな人たちを作り出している日本という国は一体どんな国だろう。一度行ってみたいものだと思い始めた、というようなことを書いているんですね。でもですね、実はこの日本のチャップリンの日本の訪問時にチャップリンに対する暗殺計画があったんですね。チャップリンの来日の翌日に515事件が発生するんですが、青年将校たちはですね、あの有名なチャップリンを殺害すればアメリカと戦争ができるんじゃないかと考えてたんですね。で、チャップリンの暗殺の動きがあることを事前に察知した河野さんは一足先に日本に入り、元陸軍将校の桜井忠義さんと綿密に訪日スケジュールを立てました。そして来日当日、神戸から船で上陸したチャップリンはそのまま東京のホテルへ向かったんですね。その途中、皇居に立ち寄りました。そこで、河野さんはチャップリンに対してこんなことを言いました。車から降りて皇居を拝んでください、そんな風に頼んだんですね。チャップリンはそれが習慣なのかねと怪訝そうに言いながらも、まあ言う通りに、皇居に対して一礼をしたそうです。その時の様子もね、チャップリンの自伝に詳しく書かれております。で、皇居に一礼をするチャップリンの姿は翌日の新聞に大きく掲載されました。天皇を敬う親日家のイメージを植え付け、暗殺を目論む者たちに好印象を与えることが河野さんの目的だったんですね。翌15日、首相官邸で歓迎会が開かれる予定でした。しかし、チャップリンはね、相撲が見たいという気まぐれを言い出して歓迎会は延期されたんですね。そしてその時にまさに515事件が起きました。チャップリンは命拾いをしたけれど、その裏には河野さんの事前準備というか奔走があったと言われております。こうしてチャップリンの絶大な信頼を得ていた河野さんですが、1934年に 突然解雇されます。理由はチャップリンの奥様ポーレット・コダードさんの浪費癖を注意したからだと言われています。しかしその後チャップリンは河野さんに、莫大な退職金とアメリカの映画配給会社ユナイテッド・アーティスト社の日本支社長の地位を用意しました。だけどまあ事業はあまりうまくいかなかったようです。でね、チャップリンは河野さんを解雇したことをずっと後悔していました。何度か河野さんのところを訪れて戻ってきてほしそうな様子を見せたみたいですが、結局河野さんは戻ることはありませんでした。そして、1971年に河野さんは86歳でこの世を去ります。チャップリンの娘さんジョセフィンさんによれば、訃報を聞いたチャップリンはショックを受けて悲しみに暮れていたということです。そして、河野さんが死んだその翌年ですね、1972年4月、チャップリンはアカデミー賞特別賞を受賞するためにアメリカを訪れていました。会場に来ていた振袖姿の黒柳徹子さんがコメントをもらうと近づくと、
チャプリンはその黒柳さんに気がついてジャパーンと叫んだそうです。で、黒柳さんの手を握りながら目を真っ赤にして泣いたんだそうです。そして天ぷら、歌舞伎、京都など思いつく限りの日本語を口にしてから日本のことは決して忘れないと言ったそうです。いかがでしたか。今日はチャプリンの秘書を長年務めた河野寅一さんという人のお話でした。今日も最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ最後に今日の一言、世界的喜劇王に愛され絶大な信頼を得ていた日本人がいたということなんですね。河野寅一、名前だけでも覚えて帰ってください。それじゃあ、いってらっしゃい。